はい、皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様でございます。本日はですね、4月10日水曜日でございます。かなりね、久しぶりの収録になりますけれども、ちなみにね、今の車の中の気温は 12.4 度ですね。天気はね、快晴ですね。昨日はね、結構雨がね、かなり降っていたんですけれども、今日はね、見事に晴れましたね。そんな晴れた水曜日の日なんですけれども、あ、桜の花がね、散り始めてきてますね。やっぱり昨日の雨が効いたんでしょうかね。で、まあ、かなり久しぶりの収録となってしまいました。前回いつだったんでしょうかね。3月の頭ぐらい？もう1ヶ月ぐらい前なんじゃないかなと思うんですけれどね。本当にね、いつ収録したのかもう覚えてないぐらい、結構前になってしまったなという、まあ、そんな状態でございます。でね、今日はまあ水曜日ということでお休みなんですけれども、どこに向かってるのかと言いますとですね、例によって首のね、この頚椎のヘルニアの関係でね、久しぶりにまた病院へ行くというね、今そんな状態でございます。1ヶ月ぶりぐらい、ですからもしかしたらちょうど1ヶ月ぐらい前に収録したのかもしれないですね。で、まあこのしばらくの間ね、収録していなかったわけなんですけれども、まあその間にね、まあいろいろとありまして、まあ今日お話ししようかなと思っていたのは、もう前々からね、手に入れてからね、ずっと話そうと思っていたんですが、右腕がひどくてね、もう編集する気にもなれなくて収録もしていなかったんですけれども、マストドンね、フォローしていただいている皆さんはもうご存知かと思うんですが、シュアーというね、メーカーがあるんですけれども、まあ、基本的にね、マイクで有名なメーカーかなと思うんですけれども、ここからね、ヘッドホンが販売されてまして、エオニック50、AONIC50 とか言って、多分、アオニックじゃなくてエオニックでいいと思うんですけどね、まあそういったね、Bluetooth、対応のヘッドホンなんですね。で、これがね、実はもうね、マーク2になるのかな？ 2 世代目がね、実はもうとっくにね、販売されてまして、しかもこれ最近ではなくてもう去年だかに販売されてるんですよね。なんですけれども、私が買ったのは初代の方です。で、なんで初代の方なのかというと、単純にお値段がね、安くなっていたからという、まあもう本当それだけの理由なんですけれども、まあ、まずその前にですね、なんでこのシュアーのヘッドホンを選んだのかということなんですが、まあ、最近ね、まあ、音楽をね、ちょこちょこ、家でも聞くようにしてましてっていうか、もうほとんど音楽聞いてなかったような、そんな生活パターンだったんですけれども、自宅に眠ってましたソニーの、ジュークボックスみたいな感じのハードディスクレコーダーじゃないよ、プレイヤー。まあレコーダーにもなるんですけどね、ハードディスクに音楽データを入れて、それをね、再生してくれる、まあそういったね、小さなね、ミニコンポみたいなものをね、もうかなり前、10年ぐらい前かな、私の兄がね、ヤフーオークションで面白そうなの売ってるよっていう話になってですね、で、まあそれをね、じゃあどうせだったら一緒に自分のも落札しといてって頼んでね、いっぱい出てたので、それでね、手に入れてもらったんですね。で、当時使っていたんですけれども、今のね、倉庫部屋に移ってくるタイミングで、スピーカーのケーブルが一本なくなってしまったんですよ。一本なくなってしまって、で、ステレオなのに片方しか使えないみたいなね。まあそんな状態になっちゃったんですね。で、このソニーのね、これ型番で言うとね、NAS-D50HD っていうね、まあそういったものなんですけれども、ミニコンポの背面にね、このスピーカーの端子があるんですけれども、ソニーオリジナルのね、端子なんですよ。
でそれがないとね接続できないというね本当にどうしようもないぐらい使えないミニコンポでして、もう本当ソニーはこういうのやめてほしいなと思うんですけどね。で今ねこのミニコンポもこのシリーズそのものがねもうディスコになってまして、ですから普通にね販売されてないんですよこのケーブルがね。どうしようかなと思ってね、でそれをね使っていろいろまたね音楽聞きたいななんて思ってたんですけどね、ステレオの音声の片方しか音出せないじゃ意味ないじゃないですか。どうしたものかと悩んでましたら背面をよく見たらねオーディオ出力があったんですよ、 RCA 端子のね。あ、これがあるんだったらここにスピーカーつなげりゃいいじゃんってことで、まあDTM 関係の話でね、激安のこの10チャンネルの、ミキサーをね手に入れたなんていうのをねもうだいぶ前にお話ししていたかと思うんですけど、これにつないでね音出しゃいいじゃんって話になってね、まあやってみたらね本当にねすごいんですよ。すごいんですよって言い方も変ですけど、ちゃんとね音が出るわけですよ。ラッキーと思ってこれでねまた復活できるじゃんなんて思ってですね、でまあそれで使おうということになったんですけれども、いや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 、そこまでは良かったんですよ。でもできればね、食事を作るときってね、実はね水槽部屋の方のキッチンを使ってるんですね。まあもともとそっちで生活してましたので、水道電気ガスは全部そっちで契約してまして、倉庫部屋の方は電気だけしか契約してないんですね。まあね、そこで物を作るわけじゃない、料理作るわけじゃないですからね、お風呂入るわけでもないし、だから水道ガスはね契約してももったいないということで、まあそんな状態になってるわけなんですけれど、で料理を作るときに Bluetooth ヘッドホンで音楽聞きたいなと。で今までこれもだいぶ前に買ったんですけど、ソニーのね、すごい安いBluetooth ヘッドホンを使って聞いてたりしていたんですけれども、iPhone6S からね Bluetooth でつなげて、まあ、音楽再生していたんですけどね、まあ、いかんせんあんまり音が良くないなという状態だったんですね。でこれをなんとかしたいと思ってですね、でまあ iPhone からのこの圧縮した音源ではなくてね、 CD 音声ですよね、ここからの音源でなんとかしたいなということになりまして、でまあこれで元の話のこのまあ元っていうかちょっと脱線してるソニーのね、NAS-D50HT っていうねこのジュークボックスミニコンポですね、これに白羽の矢が立ったわけですね。でここただこれはね Bluetooth 対応してないので、でここから要は Bluetooth で出力したもので聞きたいということで、実はね、まあそういったね Bluetooth の出力する装置をね買ったんですよ。1MII だったかなとかいうメーカー、 1MII IME っていうのかな、それとも 1ME なのかよくわかんないですけれども、まあ、中国のね中華製の商品で、それを買ったんですね。でこれがねどういうものかというと、 Bluetooth ってコーデックがあるじゃないですか。でそういうのね全然知らなくてですね、まあいろいろ調べた結果、クアルコムが企画を作ったアプト X というシリーズと、ソニーが開発した、LDAC っていうね、この2つの、まあ、企画があると。まあそれ以前にもね SBC とか AAC とかっていう ACC だか AAC だかっていうね、企画があるんですけれども、まあ、この2つはね音質が良くないわけですよ。でそれで良ければ、激安のソニーのね、Bluetooth ヘッドホンでいいんですけれども、もうちょっと高音質で聞きたいってなるとクアルコムのアプト X かソニーの LDAC で、ソニーの LDAC っていうのがかなり音質がいいらしくて、ただ LDAC って一つの括りの中で、ビットレートがね3段階ぐらいに可変するみたいなんですよね、という部分があって、でクアルコムのアプト X シリーズは、このねアプト X だけとアプト XLL とかね、アプト XHD とかってね、なんかその音質によって規格がね、分かれてるんですよ。まあそういう意味で分かりやすくてですね、まあ今回買ったその Bluetooth の出力の、装置がですね、まあ基本的には両方とも対応してるんですね。で、今度 Bluetooth ヘッドホンの方なんですけれども、これがね、
メーカーとかその商品によってですね、アプト X にしか対応してなかったり、LDAC にしか対応してなかったりっていう感じのものがすごく多いんですね。で、国産のメーカーは LDAC、やっぱりね、同じね、日本の企業のソニーが開発した LDAC に対応しているものが多くて、そうするとね、アプト X に対応してないっていうケースが大半なんですね。LDAC のみみたいなね。で、アプト X に対応してると LDAC 対応してないみたいなね。なんか片方に偏ってるという商品がね、Bluetooth ヘッドホンすごく多かったんですよ。でね、有名なね、ソニーのね、あるじゃないですか。WH-1000 シリーズ。ちょっと型番正確のものを忘れちゃいましたけど。これがね、今マーク5まで出てんのかな ?4 まで出てんのかな ?5 か。5が最新なのかな出てるんですけれど、まあ、そこまでのものいらないから、まあ、3ぐらいでいいんじゃないかなと思って、まあ、それがね、3万円ぐらいだったのかな確か、Amazon とかね、いろんなところで見ると、セールかなんか安くなっててね、なってたんですけど、そうすると LDAC しか使えないと。ねえ、まあ、それはそれで微妙だなと思ってね。で、調べていったら、今回購入した、この手話の、エオニック50っていうね、このヘッドホンに、まあ、たどり着いたと。で、これがね、LDAC には当然対応していて、それからアプト X も、アプト X ノーマルと、HD と LL だったかなにも対応してるんですね。ですから、まあ、いろんなものが使えるので、これありだなと。で、今回私が使っている、その、ミニコンポにね、つないだ Bluetooth の出力の装置。まあ、ここだけしか使わないんだったら別に LDAC だけ対応してればいいんですけれども、将来的にね、なんか別の装置でも使うってなった時に、ね、Apt X か LDAC かどっちかしか対応してないってなったら、その装置をまた選ばなきゃいけないじゃないですか。なので、両方対応してれば、ね、どっちかに対応してればいいわけで、ね、次買う機種を限定しなくて済むっていうね、まあメリットがあったので、まあそれで、まあ手話の方にね、したと。で、その手話のエオニック50というヘッドホン、Bluetooth ヘッドホンっていうのが、まあ当然ね、お値段がね、やっぱりね、高いんですよ。3万円ぐらいしたんですよ。3万円ぐらいして、しかも通常で買うともっとするんですけれど、セールとかいろいろやっててね、最終的に Amazon のタイムセールかなんかで29,840円だかなんかそのぐらいのね、結構安い金額でね、購入することができました。で、ノイズリダクション、ノイズリダクションっていうか、ノイズリダクションはあれか、ノイズを消すだけですよね。ノイズキャンセリング機能ですね、がついてまして、これがね、なかなか良かったです。水槽部屋でね、まあ、このエオニック50を使って聞いてますと、ブロワーとかね、いろんな音がね、水のね、なんだろう、エアーでブク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 鳴ってる音とかね、すごい音が鳴り響いてるんですよ。すごい音が鳴り響いてる中、このノイズキャンセリング機能を使うと、全くというわけじゃないんですけど、かなり音を、遮断してくれるんですね。もう本当にかなり消えるんですよ。これはね、使ってみてもらわないと、本当にね、何とも言えないんですけれども。でね、もう使い始めてもう1ヶ月近く経つのかな?もう3週間ぐらい使ってるんじゃないかなと思うんですけれども、近くの音はね、意外とね、ノイズキャンセリングしてくれないんですけれど、1メートル以上離れた音かなになるとね、結構音が消えます。うん。シューっていうね、空気が、ね、漏れる音だったりとか、あとはブグッブグッブグッって水がね、水槽の中こう、エアレーションした時のこの音とかね、まあそういった音がね、もろもろね、本当にね、ほぼほぼなくなるんですよ。これはありがたいなと思ってですね、まあ、いつかこの、ポッドキャストラジログでね、お話ししなきゃいけないなぁなんて思っていたんですけれども。まあ今日ね、ちょうど、まあ、気温もね、もう寒くなく、ね、
ちょうどしばらく車で走っているのでちょうどいいタイミングだなと思ってね、まあ、収録し始めたというところでございます。なんか前置きがねものすごく長くなってしまいましたけれども、そんなお話をしてましたらもう病院の駐車場にねほぼほぼ到着してしまいましたね。まあそんなわけでシュアの、エオニック50初代ですね。これね、まあ、3万円ぐらいで今でも多分買えるんじゃないかと思うんですけれど、まあ、高級なね Bluetooth ヘッドホンにはなるとは思うんですが、まあ、本当にいいですので、まあ、皆さんねぜひ興味がある方はね、ぜひ店頭とかでね試してノイズキャンセリング機能とかね、体感してもらえるとねすごくいいんじゃないかなと思います。ちなみに今、病院の駐車場に今ちょうど車を止めている最中、あ、そういった、到着したところですけど、後ろにね桜の木がね何本も立ってまして、昨日の雨でねここも一緒ですね、花びらがねこう散っていってねすごく幻想的で、なんか病院に来たっていうよりもなんか違う雰囲気でいいですね。うん、はい、そんなわけでまたねちょっといつになるか分かりませんが、また次回のラジログをお楽しみください。それではまた。